待って待って待って、やばいやばいやばい、いやちょっとリトライが変だったんですけど、100人いる。これ貞子の要塞。あー、うわ来た。はい、どうもセリカです。いやここから喋り出すの結構きついですけど、今一応貞子 DX チャレンジで狼貞子スキンで貞子の要塞の10回を5回突破っていうのをやってるとこです。でこれでいけたら、危ないって、2回目突破いけるので、あ、いけるかな。よしね、これもまあまあしんどいんですけど、トゲ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 。よし、では初めて隠しステージ来ました。初です。まだやったことないですし、見たこともないです。一応動画とかはね、まだ見ずにいますので、初見で挑もうかなとまずは思います。いやー怖い。あ、あれ、なんか20回隠しステージのような、下に行くのかな。矢印があるのはありがたい。私本当に迷子になるんで怖い。あ、びっくりした。うわー、どうすんのこれ。え、あー死んだ。あ、バルブがある。え、どうやって行くのこれ。え、よし、まだリトライがあるので5回ぐらいとりあえずはできそうなんで、ルートとか見たいんですけどね。これどうやって行くの。まずいきなりわかんない。え、え、どうやって、うわー、もうどう動かしても、え、無理じゃない、これどうすんの。こっちこっち行ける。あー、鉄球鉄球。いや待って、なんか20回隠しみたいな、え、違うの道わかんない。いや待って、いや、どういうことどういうこと。入っていいのかな。入るよ。うわー、え、謎すぎる。違うの道。いやマジでわかんない。下って書いてあるんだけどな。とりあえず下行けなさそうなんで、え、矢印が嘘つくことなんてある。今まであの矢印 100% 信…いや来た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 、 100% 信じてたのに。違うじゃん矢印。いやだ、貞子来た。あー、あー、待って待って、どっから来るか分かんない。待って待って、これ押せばいいのか。あ、早い早い、待って、分かんない。早くない、貞子。いやちょっとなんかやばいな。あの矢印嘘つかれたことないんだけどな。嘘っていうか 100% 信じてたのに矢印。いや待って、もう無理。なんかやばい気がしてきた。貞子ランダム出現な気がする。あっちからこっちから来るから動きが読めない。合ってんのかな。とりあえずわかんないけど行こう。ね、このバル、あ、待って待って、来た、来た、早いって。ターンが早い、 U ターンが早い。どうなってんの。はい、クリアしてきました10回を。まだリトライが残ってるんでやりたいんですが、待って、まだ先が全然、先に行ってもらおうかな貞子に。なんか魔法陣に入ったらすぐ一瞬でやられるから、一回貞子を行かせてから行こうかな。一回行って、これでいいんじゃない、魔法陣でなんか勝ち合っちゃうから、これで行ってみよう。ねえ死ぬんじゃん、どうすればいいの。いやむずいな。まだ道がわかんない。そもそもこっち行きが合ってるのかもね、わからないです。行ったでしょ貞子、行ってから行っても、さっき死んだもんな。なんか違うのかな。でもとりあえず入ろう。危ない。入って、待って待って、このバルブさ、最後の方がいいかな。こっち行ってみます。え、あ、出口あった、出口あった。巡回鬼いたぞ。出口ここか。うわー、道は分かんないけど、なんか真ん中のバルブは最後の方がいいかな。出てきますもんね多分鬼が。バルブか、びっくりした、バルブ解除すると。危ないよ。上に出口があるのは分かった。ルートは分かんないけど。で、右側の石像の下に1個バルブがあったんで、ここ1箇所でしょ。こっち行ってみます。下。あー、分かんないな。上が出口で。いやー、あ、魔法陣あった。おーい。ちょっともう一回下行ってみます。下に魔法陣入った後にバルブがあれば、まあ、3箇所目の。あー、ダメだ。待って、道が分かんない。よし、貞子行ってから行こう。危ない危ない、やばい、喋っちゃった。うわー、
ちょっともうちょっと先に進まないと道が、一応ね初見なんで本当にもたもたしてて申し訳ないです。誰のも一応見ずにチャレンジをしてる感じなので、ルートがそもそも違う可能性があるんですけど、とりあえず自力で行けるとこまで行きたいと思います。でここ最後にしようかな、バルブ最後に開けちゃった方が鬼が出てくるのが怖い。ここさだご、うわ何今の動き、あ行けた行けた、待ってこれ最初のとこねえ、わかんない道が戻ってきてる、もしかして。あ違うわ、角っこだ、なんか左下っぽい感じ、いやわかんないな、あいたいたいた、ねえわかんない、びっくりした。ねえ貞子一匹なのこれ、やってんのかな。まず下はいけないっぽかったので、どう考えても、あ、ここに出るの、ここに出るの、ちょっと待ってターンが早いんだけど、ねえやばいやばいね。一応の貞子チャレンジが終わったら、あのもうちょっと小さいスキンでチャレンジをして行こうかと思いますが、一応ね狼貞子チャレンジで突破してそのまま来ちゃってるんで、ルートだけでも見たいんですけど、先に進めないというね、むずすぎる、道がわかんないよ、下で合ってんのかな、上がね出口だったんで、ここで死にたくないんで、はぁもう怖いさだこの動きがね、道合ってんのかな。バルブちょっと最後にしてみます、怖いから出てきそうだし、あそこ開けんの、うわしんどいからな。よしちょっともうちょっと先まで見たいので、行こう行こう行こう、合ってるかな、わかんないけど、いいや、来て来た、サナコ来た、サナコ来た、オッケーオッケー、ここを開ければ、これでやっと1個目か、すごいやばいぞこれ、あーねえ、はい、ということで10月末なんですけど、一応サナコチャレンジが終わったので受け取りだけはして、狼貞子スキンで10回を5回突破しましたので、はいこれでゲットで、これですね、すべてのチャレンジクリアでチーム貞子入手しました。これ1体目なので、隠しステージあと2回クリアして3体ゲットっていう感じですね。まあ、チャレンジやらずに隠し3回クリアでもスキンチェンジいけるっぽいんですが、間に合うかな頑張りたいと思います。はい、ということで初見でしたが、隠しステージ覗いてみたという動画になります。よかったらまたチャレンジは続けていきたいと思うので、ぜひまた見に来てください。それではまた。バイバーイ。待って待って待って。やばいやばいやばい。いやちょっとリトライが変だったんですけど、100人いる。これ貞子の要塞。あー死んだ。隠しステージ中で。ねえすごいんだけど。ここでもこんなことなる？うわー。え？やばい。引きで見れる。うわー、全体マップが見れてしまった。うわー、こんな感じなんだ。これ貞子の動きも見えちゃってるけど。びっくりした。いいのかな？これなんか見えちゃった。見えちゃったからもうしょうがないとして、4になってる。やばい。貞子の動きこんな風。いや100人がね、閉じ込められてますね。やばい。こういう風に動いてるんだ。2と4。2と4にそれぞれ貞子がいる感じ。ちょうど今隠し中なんですよ。まだクリアしてなくて。こんな感じなんだ。見れちゃったけど、ちょっと100人で始まったのが衝撃すぎて、ちょっと急遽撮影したんですけど。やばくない？ここがむずいんですよね。ここの巡回鬼のとこが難しいんだけど。うわー。ソウタ。ソウタ挟まってる。絶対青逃げじゃん、これ。ソウタ。あ、そんなこともないか。貞子玉に当たったら、ここでやられちゃう可能性もあるけど、いいとこにいるね。死にたくね。100人が続々と、あと6人。いや、マップ見れちゃったのが、普通に観戦しようと思ったら、隠しステージだったから、マップ見れちゃった。あ、で、青霧も来るんだ。いや、やばいね。難しくてさ、この循環鬼のとこが。まだクリアできてない。やっぱりそうた、青逃げ。いや、やばかった。